久保さん今ですね、久保さんの動画が終わって、あの、まあ、YouTube のトップ画面見たらね、あのキングコング西野さんっていう人いるじゃないですかそラ、ラジオ配信8時間前にしてたらしくて、キンコン西野の相談、千本ノックっていう <laughs>。どうすかね、千 <laughs> 本ノックしてたらしいっすよ、相談 いやー、やっぱこれすげーなーや。生配信で質問相談千本ノックっすよ <laughs>。まあ、今回僕が伝えたいのは、基準の、基準の設定の仕方ですね。基準の設定の仕方。僕が YouTube 始めるときに、まず思ったことが2人います。二人。で、1人目が、あの、なんだ、ヒカルくんですね。 ヒカルくんが、まあ、当時、こう、YouTuber として、こう、結構有名になり始めた時なんですよね。なり始めたかな ?5、6年、7年。まあ、僕が YouTube 始めたのはそれぐらいだったんですけど、まあ、成功なんでそこまで行ったのかっていうのを、辿っていくと、まあ、ゲームチャンネルをやってて、で、そのゲームチャンネルで8000本ぐらいアップしてたんですよ。7000本か8000本。あ、やってんなと。そう、やってんなと。 だここは最低限ね。まあ、僕はその、あの、ヒカルくんが、あの、YouTube 広告で、金髪企業家ヒカルです。月収1000万稼ぐなんちゃらっていう広告を、リアルタイムで見てたんで、若いの出てきたな、みたいな。で、その広告バンバン出してたんですよね。YouTube で。金髪企業家ヒカル1000万稼ぐみたいなね。で、リスト取ってて、まあ、ブログも見ましたけど。で、パッと消えてね。 で、聞がつかなら YouTuber で活躍してるわけじゃないですか。何やったんだみたいなね。そしたらなんかね、ゲームチャンネルやってて、昔やっててっていうところに。で、あとはもう一人が、堀江さんですね。堀江さんの,の Q&A。この Q&A がボリューム1000を超えてたわけですよ。ね。あの堀江さんが質問ですよ。人々の悩みというか。 その悩みに対して1000本以上 Q&A でやってると。まあ、これは超えていかないといけないよねと。少なくても。だって、まあ、動画がいてもやっぱライブドアとか作れないじゃないですか。時価総額なん,なんか、とりあえずね、まあ、賛否両論というか、なんかいろいろな意見、ご意見はあるかもしれないですけど、結果を出,出したっていうのは事実としてあり、誰もその結果を出すことは多分できないと思います。 でもそんなけっそんな異様な結果を出した人がやってるわけじゃないですか。だからそ、そこで僕は、まあ、最低そこは超えていかないといけないよねってところで、まあ、本数は、あとりあえずやろうってところで、まあ、ひたすらやってきましたけど、まあ、今見たらね、あの、生配信で千本ノックやってんですよ <laughs>。映画作れますかうん、映画作れないですよ、僕。だ100万人ぐらい多分、 ね、あのー、西野さんの映画、あの100万人以上多分動員したと思うんですけど、まあまあ、今もやってるのかな。そんな人がね、いまだに、なんか千本ノックみたいなのやってんですよ。<laughs> これ8時間前に発信してますけど。うん、で、今ね、えっと、多分、会員数だったら日本一ですよね。あの、オンラインサロンというくくりの会員数は日本一だと思います。7万人、8万人いるのかな。 その人が千本の奥やっている <laughs> もうね、あの、申し訳ないですけど、もう僕、十万本でもやっぱ足りねえなぐらいになっちゃいました、ね、もうこうなると。十 <laughs> 万本でも足りねえなみたいな。百万本アップしたら、まあ、まあ、まあ、一般人になれるかなぐらいですね。もうちょっとやばいですね、これは。<laughs> うん。だからその、なんだろうな、 自分より結果を出している人たちの量ですよねまず自分より結果を出している人たちはどれぐらいの量をこなしているのかっていうその量の基準っていうのはまずまずは超えないとダメかなと思いますね量の基準はで考える思考のき思考量に関してはそのその考えられない ステージと考えられるるステージがあるので考えられないステージでいくら考えてもその答えを導き出すのって結構難しかったりするんですよ。だからそれはあのー、人それぞれだと思うんですね。ただ数に関しては例えば1000本ノックっていうことだったらどんなに天才が1本ノックしようがどんなバカ凡人が1本ノックしようが1ノックなんですよね。カウントされるんですよ。わかります だから、これもう絶対的に揺るぎないですよね。一般人がノックしようが、プロがノックしようが、1なんですよ。うん。だから、このやっぱ、最低限の量っていうのをどこまで持っていくのかっていうのは、僕は非常に大事かなと思いますね。最低限、これはやらないといけないっていう量の基準設定っていうのは、めちゃめちゃ成功する上で、あの、自己実現していく上で、超大事だと思います。多くの人が挫折する理由って、多分、 その俺はこんなに頑張ってるのになんでうまくいかねえんだとかなんか多分ねその量の基準が低いんじゃないかなと思うんですよねうんなんかも,もっと上には上がいるしってか結果出してる人がここまでやっていて結果出してない自分がそれをまず最低限超えてないだから今から初心者で成功したいんだったら少なくてもその10倍やるとかねそれぐらいの意気込みがないと多分僕無理だと思うんですよね 待って今ゼロ,ゼロ地点じゃないですか,か 100m 走で言うならばもう結果が出てる人はもうゴール寸前なわけじゃないですかで今ゼロスタートじゃないですかじゃあそこから 99m ダ,ダッシュしても勝てないわけじゃないですかだって相手は、ね、一歩踏み出したらもうゴールキップ切れるわけじゃないですか,か自分はゼロスタートだから今から全速力で 99m 走ったとしても勝てない勝負なんですよ 9 9メートルも自分の全パワーかけても相手はね、ただピッてね、一歩足を踏めるゴールなんですよ <laughs>。だから、それぐらいの感じでできるかどうかですね。うーん。やっぱ、まあ絶対的な量が本当にみんな少ないなとは僕は感じますけどね。そだから、そのなんで少ないのかっていうと、やっぱ、ゴール設定、基準設定っていうのが低すぎるのかなと思いますね。本当に、これは。うーん。 だから、僕もいろんな方にアドバイスしたりとか相談するんですけど、やっぱその一日一本で頑張りましたとか言ってるレベルなんですよ。別に30秒でもいいじゃないですか。じゃあ5秒できないのっていう僕からするとね。5秒の時間も取れないんだったらビジネスやめた方がいいよっていう。だからその5秒を取らないっていう、う選択ですよね。<laughs> なんか集客していかないといけないわけですからビジネスやるんだったらだからアップしなければ可能性で5秒の動画でも昔ねバインっていうね動画で7秒動画でありましたけど7秒で7秒動画でも集客してたわけじゃないですか今 TikTok とかもすごいありますけどなんかそのそれぐらいやろうぜと僕は思いますけどね時間がありません5秒も時間ねえのか7秒も時間ないんですかみたいな そしたら編集画とはね、こんな動画がとはね、いやいや、どうでもいいんだけど、まず、可能性ゼロだよと。やらなければ。<laughs> やらなければ可能性は広がらないと。うん。で、こんなこと言うと、じゃあやったらその可能性は確定してるんですかみたいな。知らないよと。<laughs> 逆に質問したいんですけどやらずに、やらずして可能性を広げることはできるんですかこの問いにあなたはどう答えますかってことですよね。やらずして可能性をどう広げるんですか 多くの人は、やったらかあの結果出るんですかやったら億万長者になるんですかっていうのをよく言うんですけど、じゃやらずして億万長者になる可能性はどれぐらいあるんですかっていう質問に対して、どういう理論武装でできるのかなっていうのを聞いてみたいですよね。やらずして可能性を広げる方法を教えてくださいで。じゃじゃじゃあ教えてくれと。<笑><で><笑>それを理論,理論武装であ、なるほどって、もし言えるんだったらすごいと思いますよ。だって、絶対それはないもん。 世の中に絶対はないんだけど、それは絶対です <laughs>。やらずして可能性を広げるって多分無理ですよ。うん。まあ、百歩譲って、自分がやらずに、人にやらせるっていう方法を取るんだったら、それは別枠になってくると思うんですけど、ね。自分がやらなくても人に任せる。うん。組織を作って、なあの他の人にや,や,らやらせるっていうことであるならば、ロボットにやらせるとかね、なんかその違うその手段を取るんだったら、また別の話ですけど、 自分一人で稼いでいくっていうもと、自分がやらずして、どうやって可能性を広げていくのかなっていうところですよね。うーん。そう。ということで、あの、ぶち抜くためには、ぶち抜いてる人をまず見ろって話じゃないですかね。<laughs> その基準、最低限それやんないといけないんじゃないかなと思いますけど。まあ、やるかやらないかは、あなた次第ですね。いってらっしゃい。